こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの大島健です。朝と夜毎日繰り返されるスキンケアですが、年齢を重ねるたびにマンネリ化したり自己流になったりしていませんか？今日はそんなスキンケアをモデルさんを踏まえてワンランク上のスキンケアをやっていきたいと思います。普段のお肌の悩みとかってありますか？そうですね、私は乾燥肌なので、はい、もうこうちょっと笑った時に小じわができたり、乾燥がすごく気になります。はい、わかりました。じゃあまず化粧水からいきますね。手のひらに500円玉ぐらい大きさでまず出します。はい、でこう手のひらでちょっと温めます。はい、温めた化粧水を肌につけて10秒間ぐらいじわーっと染み込ませるようにプレスしていきます。これはなぜ温めるんですか？この方が、はい、肌に浸透しやすくなるので、まず温めてください。まぶたなんかも、ね、時間が経ってくるとちょっと落ち気味になってくるので、はい、そこら辺も重点的に10秒間プレスしてもらえると、はい、肌の保湿が保たれるのでずっといい状態でいられます。はあ、なるほど。で目のあたり気持ちがいいですね、とってもね。追い化粧水をすると、うん、さらに肌の感じが良くなるので、シミのところとか、はい、ちょっと気になる乾燥しているところとかにつけていきます。 あと目のまぶたとか、はい、じゃあ次に美容液の方をつけていきます。はい、は手のひらに2プッシュぐらい取ってもらえるといいと思います。はいはい、まず、顔全体につけていきます、ね、伸ばします。特に気になるところってありますか？そうですね、やっぱり目元、口元のあたりが気になりますね。目元、口元ですね。はい、じゃそこにもう一度さっきの化粧水のように、はい、重ね付けをしていきましょう。はい、気になるところにまず上を向いてもらって、はい、下まぶたのところにつけます。はい、滑りがいいので、はい、そーっとなぞるようにしながら、シワの中にクリームが浸透していく感じになるので、この滑りをよく実感しながら、はい、優しく塗ってみてください。はい、口元も、そーっと擦り込んだ後に、頬骨の下を少し圧迫する感じで、ほうれい線に指を乗せて少し圧迫する感じでじんわりと入れ込んでください。そんな感じでギュッと押し込む感じがいいです。はい、こんな感じですかね。そうです。はい、はい、じゃ最後に、はい、クリームの方をつけていきます。はい、スパチュラでクリームを、小豆粒ぐらいの大きさで取ってください。はい、でまずおでこです。はい、鼻筋につけます。またさっきの下まぶた。はい、このクリームはすごく濃厚で、はい、だけどつけて浸透していくとすごくしっとりしてて、はい、油っぽくもないですし、はい、本当に朝と夜つけるだけで、はい、起きてすぐの顔の肌の状態も違いますし、でまたつけてメイクをして、はい、夕方とか夜になっても肌の状態はいい状態でいられる。あ、それは助かりますね、本当に。このライスコースを使っていると水分量がずっと保持されるので、はい、長く使っている人の方が、はい、肌の状態が 5歳とか10歳若い人います。はい、なのでなるべくこう丁寧なケアと長く使うっていうのがこのライスコースのいいところかもしれないですね。はい、ちょっとこれで一回触ってみてください。はい、なんか肌はもちもちしてるんですけど、なんかしつこさもなく、はい、
すごくいい感じにしっとりなってて気持ちがいいですね。たるみの改善をしていくには、はい、顔のマッサージだけではなくて、はい、頭皮のマッサージも取り入れていくとすごくいいと思います。顔とあの頭皮は一枚の皮膚でつながってます、はい、なので頭のほこりも一緒にほぐしていくと、はい、たるみに効いてくると思うので、はい、全体の顔のマッサージが終わったら、はい、フェイスラインの方からだんだんと、はい、マッサージをして、はい、頭頂部の方に上がってきます、はい、目安としては、はい、最初に触った時よりも頭皮の皮膚が柔らかくなったなっていうのを実感できてきたら、はい、その辺で大丈夫です、はい、最初はこのフェイスラインから、はい、フェイスラインこの辺りぐらい、こめかみ辺りぐらいから、ね、ちょっとこう押す、圧迫する感じで圧迫するような、はい、で、はい、ぐるぐる回してもらう、ぐるぐる回す、はい、で次にまた頭頂部の方に向かって、はい、ちょっとずつ上がっていきます。はい、上の方に向かって、まあ 2,3、はい、回往復してもらえるとちょっとずつ口角とかフェイスラインが締まってくるのが分かってくると思うので、はい、そうですね、はい、だいぶ変わりました。そうですね、目が大きくなりました。はい、じゃあ次はファンデーションですね、はい、もうここまで基礎化粧をしっかりできたので、はい、ここからはすごく楽です。はい、忙しい人には、はい、ってこういうの化粧水、美容液、クリームでだいぶ肌の状態が良くなってくるので、はいはい、もうメイクをすることもすごく簡単になってくるので、はい、パパッと落ちます。つけてみてどうですか。はい、あーでもすごいなんか肌が明るくなったような透明感がすごいありますね。なんかこうしっかりとこう密着してファンデーションがしっかりとついてるような感覚はあって、でもすごく薄付きの透明感という感じで、本当になんかこう綺麗に見えて嬉しいですね。メイクアップは素材をどれだけよく仕込んでいくかっていうのがすごく大事なところなので、それができていると小じわとか乾燥とか有効に効いてくると思うので、ぜひこの3つのアイテムを使って皆さんも長い期間ちょっと試してみてください。きっといい肌が出てくると思います。